はいどうも、それではまた本日もファイプロ実況の方を始めさせていただきたいと思います。本日は青コーナースーパーストロングマシンと赤コーナー越中四郎の一戦です。では試合開始です。まあ昭和を代表するレスラーの2人で、ただ2人ともまだ引退はしてないので、まだ現役で試合を見ることもありますが、まあ今黒いコスチュームのスーパーストロングマシンは、よくいじられるのがお前平田だろって藤波辰巳にばらされたとか、蝶野が絡んでた試合があったんですよね。でそれでしょっぱい試合ですいませんみたいなコメントをしたりとか、マイクアピールですかねをしたりとかで有名なレスラーですよね。結構長生きしてるレスラーで、僕は意外と好きなんですけどね、その技というかスキルというか。ただまあよく言うプロレス頭っていうんですかね、プロレスラーって必ずプロレス頭が必要だって言われるんですけども、それがまあなんかもう一つその辺の能力は足りなかったという形だったと思います。まあ前田明がまだ新日でバリバリやってる頃に闘志むき出しでやってたっていうイメージがなんかありますよね。対する白い袴の越中四郎はもうこれも有名な芸人の剣道小林がオマージュというかこう注目して、それでこうアピールされたみたいなところもあるんですけども、越中四郎はまだ現役で、やってますね。引退はしてないですよね。まあ、よくある、今新日の田口がこうヒップアタックでお尻攻撃の名手みたいな感じになってますけども、やっぱり僕らにしたら昭和プロレス好きにしたら元祖はこの腰中で、今日も多分見れると思いますが、ヒップアタックっていうお尻を当てていく攻撃で、何でしたっけ、レスラー1日本一硬いケツを持つ男って言われたりとかねする男です。これ出るかな、あー出ませんよね。この2人は多分対戦はしているのかな。もともと腰中がジュニアで活躍してて、もともと越中四郎は全日なんですよね。で、三沢とデビュー戦やったんじゃなかったかな。でジュニアで名を馳せて活躍もしたんですけど、新日に移籍するんですね。でその時に馬場さんに頭下げて新日すいません行かしてもらいます言うて、いや大阪弁じゃないですけど言った時に、それを天竜が、まあ、頑張れっていう応援する意味で握り持ちきれないぐらいの札束を腰中のポケットに突っ込んだというのが逸話が残ってますよね。そのことについて2人とも今、まだ話さないんですよね。これでなんかの動画が上がっててラジオやったかで、真夜中のハーリーレースか何かでその話を2人したんですけど、2人ともまだはぐらかしてましたね。まあそういうことがあったのかなかったのかって、腰中がはぐらかしてたんですかねっていうのがあって、でその後新日に来て、ジュニア戦線でも活躍して、で高田のサンドバックになるようなこう蹴りをバンバン受けるっていうことで名前を挙げていくんですね。ユーインターの高田とも試合をしているんじゃなかったでしょうかね。まあ昭和を代表するレスラーの一人です。でこの2人が戦ったことは多分あるんだろうなと思うんですけども、まあ同時期に新日にもいたので接点はあると思いますけどね。でまあ、どっちが格上かとかっていうとちょっと難しいんですけど、まあでも越中はどっちかっていったら一匹狼というかこう常にこう気を吐いてるという感じでしたけど、マシンは
新日の本体の方にずっといるような感じだったんですよね、確か。で、選手会長とかもやったりしてましたから、どっちかっていうとこうある程度行った時にもう守りに入っているというか、裏方に回るような感じがあったんですけど、腰中はどっちかっていうと常に一線を張るということを求めて、結局新日も辞めて、あといろんなところに上がったりしましたね。お、カウントが2まで進みましたね。腰中はこういう、でもお尻の攻撃がまだ出ませんね。ドライバー、サムライドライバー、パワーボム系の技ですねがあります。でもね、意外とこの腰中はレスリングも上手なので、こうやって寝技でも持っていくと思います。あ、いいですね。スモールパッケージホールドが入るが、カウントは2まで。さあ、マシンとしてはちょっと押されているが、マシンはこのヘッドバット、ダイビングヘッドバットも得意ですからね。特有のこう平泳ぎを泳いでいくというか、空中で描いていくようなダイビングヘッドバットがどうしてもこう再現できないのは残念なんですけども、ダイビングヘッドバットとマシンはやっぱりマシン風車固めですね。あの技はかっこいいですよね。かなり高度な技をなはずなんですね。あれで受け身で失敗して怪我したレスラーも確かいたはずです。さあ、サムライドライバー84でしたっけ、5でしたっけね。ああ、まだ2ですね。マシンもそんなに弱い方ではないんですよね。お、気合が入りました。さあ、足を固めてきましたが、まだギブアップには至らないようです。試合時間は13分ですが、マシンがやっとパイルドライバーに行けたという状況。マシンとしては、ロープに投げてラリアットとかっていうのもあるはずなんですが、まだそこまで来てない。あ、ヘッドバット連打で追い詰めていきますね。そして肩エビ固め。さあ、腰中はちょっとここで追いつかれてきたという感じですが、いいですね、この腕を取る。いや、しかしここは返された。マシンはさあ、しかしマシンがフラフラになっている。さあ、マシンとしてはもう少しダメージを与えたいところですが、腰中はジャパニーズレッグロールクラッチでカウントを狙うが、入ってしまいました。なんとか、なんかもうちょっといいところが見れるかと思ったんですけども、まああっさり試合が決まってしまうのも昭和プロレスとしていいんではないでしょうか。また使用試合とかって言われそうな気もしますけども、試合評価は 76%、 14分44秒ジャパニーズレッグロールクラッチで腰中の勝利となりました。スーパーソノグマシンとしてはもうちょっといいところを見せたかったかなというところですね。ではまた次回、違うレスラーでお会いしましょう。ではまた。